党首会談の内容は枝野代表が、述べた通りでありまして、通りであります。以上。はい、NHK 奥住です、はい、不信任の対応について伺いたいんですが、先ほど の党首会談では野党各党で一致して対応しようということで、判断は月曜日にということなんですけれども、現時点では共産党としては不信任案の必要性についてどのようにお考えでしょうか。これは途中段階ですの で今日はいろいろとこの問題についても議論がありましたけど、みんなで確認した結論は枝野さんが言った通りです。私もいろいろ発言しましたが、それは、言うのは控えておきたいと思います。途中経過ですから。あえて若干加えて、枝野さんが言った3点以外の、ね、問題でみんなで、共通して出されたのは、やっぱりこの国会ですね、国会での野党共闘が大きく前進したと、で多くの成果を上げたということがこぼこぼ語られました。でまず2人の閣僚の、辞任を勝ち取ったこと、それから英語の試験の問題、それについて数学と国語の試験の問題、これでも政府の方針を変更させたという問題、それから憲法審、これも自民党の思い通りにさせなかったという問題、そして桜を見る会についてですね、野党が一致結束して戦い、そしてこの問題で、安倍首相を今ギリギリまで追い詰めてきたという問題等々ですね、この国会で野党共闘が本当に大きく、前進したと、多くの成果も上げたということは皆さん発言されましたし、私もそういう発言をいたしました。ですから今度の国会の最終盤の対応で一致して確認したのは、やはり最終盤も野党がしっかり結束して対応しようということです。国会の戦術というのは、いろんな戦術というのは検討されると思うんですけれども、いずれにせよ、結束して対応するということを固い確認したということであります。誰がどう発言したかは別として、その不信任について賛成の意見もあったし反対の意見もあったっていうふうに、いろんな議論したってことですよ。よろしいですか。はい、どうも。